おはよう、エデン、おはよう。はい、コマネさんいらっしゃい。ねえ、最後花火いただいてたね。ありがとう。ニニワドツ。ねえ、ウルトラ Q さんね。そのラストで花火もいただいてありがとうございます。金魚姫、明日っていうかね、わかんない。これ開封しようか。これもしかしたらニニからもらったやつかもしれないんだけど、ニニ、これ YouTube じゃなくて、放送で開封していいの？これ放送で開封していいのかな？ OK。もしニンニのだったらこれ開封していいの？いい？じゃあ今開封しようか。せっかくだからね。じゃあ開けます。アマゾンギフトいただきました。いただきます。さあ何が届くかな？これね、昨日届いたね。すぐ届いた。昨日届いた。おお、ニンニからだ。ニンニからです。2つ入ってるから、これニンニでしょう。ありがとうニンニ、いつも。これニンニからだよ。これ2つ入ってるから。早いね、すぐ届いたね。たくみさんお疲れ。ワドツ、これ多分ニンニだね。あ、ニンニだ。ギフトをお楽しみください。ニンニ、人妻、お部屋に使ってください。ニンニありがとう。ニンニありがとう。風船ありがとう。金魚姫ありがとね。10日、いや早かったね。次の日にすぐ届いて、朝一で。すぐ届いた。これね、助かるんだよ、部屋のライト。照明の今勉強してて、部屋のセットを作り込もうと思ってて、もう照明でさ、変わるんだよ、だいぶ。ありがとう、ありがとう。これすげえいいんだよね。いや、めちゃめちゃ嬉しい。配信の絵作りが変わるから。ありがとう、ニンニ、届きました。あ、しかも電球ついてるわ。電球ついてる。今ね、ニンニからね、照明のね、セットが2つ届いた。これはありがたいな。これがあるとね、全然絵作りが変わるの。早速使ってみようか。電球も入ってたんだ。LED ではないよね。電球、景品。ありがとう。あれかな、でも、ニンニのが先に届いたってことはさ、ニンニのが先届いたってことは、カメラあれ、あれかな、嘘だったのかな。なんかカメラのレンズ届かないっておかしいよね。ニンニのが先届いて、もうだって4日も経ってるんだよ。絶対おかしいよね、カメラのレンズ。ガセだったのかな？いたずらだったのかな？そりゃそうだよな。50万の機材買ってくれる人いないよな。いくらクリスマスでも。間違いっていうか、いたずらだったんだと思う、多分。いや、まあ50万ポンって払ってくれる人なかなかいないよ。俺は注文してないよ。俺は注文してない。注文したのはリスナーさんが購入履歴があったってことね。ライトってすごい大事で、こんなに変わるんだよ。全然違うでしょ、絵作りが。だから最近、その照明の焚き方っていうのを教えてもらってて、カメラの人にこれだけ変わるよっていう。で、その後ろから焚くバックライトとかフィルライトとか種類があるんだけど、それの勉強してるね今。全然違うでしょ、ライトで。どれどれ、やってみますか。これを刺して、クリップタイプだからね、どこにでもはめ込めるんだよね。お、結構明るいな。これをバックライトに使う場合は、こうやってね、後ろから焚くとね。ちょっと待って、今やってみようか。
新しい配信。カメラの位置にもよるんだけど、これは輪郭を強調するライトね。ここの位置だとあんまり良くないかな。もうちょい後ろかな。このくらいかな。全然違うね。全然違う。で、もう一個はこっち側から。煽りのライトで輪郭を作るライト、これをこっち側から、この位置じゃないな、この辺かな、こうやってやると輪郭が出る、こうやってねライトの位置とかをね今勉強させてもらってんの。多分もうちょいこっち側からだな。でライトの強さっていうのもあるから、そこは距離感で出していけば、後でちょっといろいろ試してみる。ニーニーありがとうね。また格安、あ、そうだね。格安っていうか、まあ、ありがとう。ライトはもう消しておくね。欲しいものリストから。削除。でも糖尿病の疑いはちょっと怖いな、本当にちょっと怖いね。なんかね糖尿病なんじゃないかなっていう疑いは自分の中でもあったんだよね少し。体調があまりにも悪いから、あと水飲むペースが早いとか思い当たる節がいっぱいあったんだよね。まあ運動不足だと思うけど、単純に。海宝今日来るなあと。海宝がね、なんか写真撮ってほしいって言って、海宝が来る。糖尿病怖い、早期発見。なんかでも生きたいように生きてるから、まあ死ぬ時は死ぬ時だなっていうふうに割り切ってるんだよね。なんか長生きしたいっていうふうにあんまり思ってなくて、まあ、こんな生き方してるからね、死ぬ時は死ぬっしょみたいな。なんかそのなんだろう、やりたいようにやって生きるのが一番いいかなとか思ってさ、あんまりね長く生きようっていう風に思ってないんだよね。ダメになる時はダメになる時だし、だからあれでしょ、要は現代病でしょ、生活習慣病でしょ、簡単に言ったら贅沢病だよ。そんなうまいもん食ってさ、甘ったるいもん毎日取ってたらさ、それは体もおかしくなるよ。
もともとだってね、人間はそんな糖分取れなかったわけだし、炭水化物も取れなかったわけだから。まあ現代病だよな。いいのいいの。短くパーって咲いて、短くパーって散る花火みたいなもんだから。全然悔いないよ俺、人生に。一片の悔いなしだよ、一片の悔いなし。楽しい。透析をするのって糖尿病だっけ？インシュリンを打つようになったらもう寿命10年って言われてるよね。透析は血を入れる。透析はまた別か。インシュリンを打つのか。そうだよね。また別か。透析は末期なんだ。透析の人大変だって言うもんね。2日に1回ね、血を入れ替えないといけないんだもんね。パンタロウさんいらっしゃい、こんばんは。長く長く苦しむのでパーッと咲いて感じはない。そういう感じじゃないんだ。 ああ、なるほどね。もう地獄の苦しみを味わう感じだ。なるほど。義太夫さん、そうだね。義太夫さん今闘病中だよね。透析40枚でやってる人いるからお金下りる。ふん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 。あ、そうなんだ。万太郎そうなんだ。へえ。目ん玉がなくなり歩けなくなり、そして肝臓が。おー。原因は何なの？なんでそんなことになるの？原因は何で起こるんだろう、それ。目が見えにくくなる。目玉を砂糖漬けにしたら。でしょ？だから結局糖分取りすぎってことでしょ？糖分取らなきゃいいんだよ。糖分取りすぎなんだよ、現代人は。いや、糖を分解、え？そうではない？いや、俺興味ないって。いいよ、いいよ。しょうがない、死ぬ時は死ぬから。ああ、ならない人、要はあれか、分解酵素かなんか持ってない人もいるってことか。缶コーヒー俺甘ったるいの飲まないから、もともと糖分を抑える。ああ、
まあまあいいよいいよ、ありがとう。もうやめよこの話。かからないっつってんじゃん。照明は深い。いや、だからもうこんな感じだよ。これだけ世界が変わるんだよ。面白いでしょ。こう、要はみんながだから見てるドラマとか映像とか全部照明で作られた世界の。だから今照明を焚かないシーンっていうのは存在しない。だからホラー映画ですら、その真っ暗な道を歩いてるシーンですら照明が使われてんのよ。ただ真っ暗なだけだから雰囲気を全部作れるっていうか、例えば、もう一個の例えで言うと、ちょっと待ってね。よくある照明だったらこういう下から煽る照明とか見たことあるでしょ。あと後ろからこうバックで焚くとこう輪郭が出るとか、この際の輪郭を出すっていう、だから後ろの照明って気づかないと思うんだけど、これ消すと分かるんだよ。ほら、こうするとここの輪郭がはっきりするのね。だからその作り込まれたっていうか綺麗な映像になる。で、顔の輪郭も今こっちから当ててるけど、これをこうやってやると印象が変わったりとか。だからその照明さんっていう人がその被写体の輪郭を作るんだよね。そうそう、お化けっぽいやつとか。だから照明全然奥深いよ。例えばその向こう側のライトを赤くするとか、バックライトを、例えばさ、例えばなんだけど、家具を強調したいっていう場合ね。こうやってここに当てるだけで、ちょっとこれ低すぎるか。こういう当て方をすると、そこに注目がいくでしょ。光源をどう確保するのかっていう。深いよ。っていうか、もう写真は突き詰めたら照明、最終的には照明の技術。映像はもう照明の作り込み方とカメラの位置、この2つ。そうそうそう。だからもうみんなが綺麗だなっていう映像っていうのは演出された作り込まれた映像の延長します。アイテムありがとう。今三等照明って例えば、まあこういう感じで撮るのね。あの雑誌のモデルさんとかは、だからなんだろう、一発、まあよく配信者がやってるのは顔を飛ばす照明をやってるけど、3発で最低って言われてるね。3発ちょうどいいのが出てこないけど、バンダローさんしつこいっすよ。自分語りやりたいんだったら自分の枠行ってもらっていいっすか。
あのしつこいっすね。あ、ごめん、万太郎言ってなかった。悪い悪い。ごめんごめん、悪かった。今小指がバグったわ、申し訳ない。どっかあるかな。まあこれとかもさ、カメラに対して1発2発3発4発5発で天井からの照明があるから6発とか使ってんだよね。だからこういう風にしないとみんながかっこいいって思うような写真って撮れない。動画もそうだけど。これとかまさにそうだよね。映画のもう照明の技術のすごさっていうかさ。いやだからいい映像を作ろうと思ったら、いや安く撮れる iPhone で撮れるって言ってるやつ、俺は頭おかしいやつだと思ってるから、勉強すればするほどそんな甘い世界じゃないから。これとかも典型的な例だよね。だからこういう写真とか見てプロとかは、あ、どっから光当ててるっていうのが全部わかるの。どこから光当ててるかっていうのをわかる。これフィギュアかな、フィギュアだね。ここに線が入ってるから。よくや、輪郭をどう、顔の彫りの深さとか輪郭をどうやって作るのかっていう感じでしょ。ピースさんおはようございます。なんて言えばいいのかな。正面からの方が分かりやすいかな。これだとさ、あ、分かんないよ。これだとさ、こっちから一発当ててんの。こっからこう当ててるから、こっち側が白いでしょ。これに対して本当は強弱つけないといけないんだけど、こっちの方が強いんだよ。あとライトの色もあるのね。こうすると、ここで陰影ができてんの分かる？ここで。その、なんつうの。鼻の彫りとかを強制的に作るの。こことここで色変わってるでしょ。そうそうそう。で、さらに、こうバックライトとか後ろから焚いて、こうやって際から出すことによって、ここの輪郭を出すとか全然違う。よくやっちゃうのがこうやって当てちゃうの、配信者は。配信者アイラとかそうだけど、こうやってやっちゃうの。ダサいでしょ。こう正面からこう当てて飛ばしちゃうの。これって顔の輪郭とか出せない。だったらこういう方が写真としてはかっこいいの分かる？これを白黒でバチッとか撮るとすげえかっこいい写真とかになる。だからその、どう見せたいかだよね。これは熱くないよ。あ、だけど、プロのステージとかで使ってる LED ライトじゃなくてタングステンライトとかだともう灼熱だよね。汗止まんなくなるね。LED は熱あんま持たないから熱くはない。この値段すごい。いや、これはすごくいいよ。これすごくいいよ。グリップがついてて、これ1300円？ 2000円ぐらいだよね。これいくらだっけ？ニンニン。これはだから部屋とかに、あそこ、例えば観葉植物とか、植物ピンポイントで照らしたいとか思ったり、まあここの部分照らしたいと思ったら、
部屋でクリップでつけてこうやってやればいいだけだもん。すごくいいよ。めちゃめちゃいい。ただ本当だとその強弱をつけられるのが一番いいんだけど、そこはね、まあ部屋で使う分にはまあ問題ないかなっていう。一つ2000円もしてないこれ。これめっちゃいいと思うよ。多分配信で使おうと思ってたんだけど、部屋の絵作りで。これはすごくいいね。女の子とかに教えてあげたいよね。女の子は自分のこと綺麗に見せたいわけだから。こうやってやると綺麗に見えるよ。作れるんだよ。もちろん女優さんとかの顔立ちがいいっていうのももちろんあるんだけれども、ほとんどは作られた世界だから、その映像的なかっこいいっていうのは。1380円だ。安いね。すごくいいね。すごくいい。すごい。後でいろいろセッティングして作り込んでみるよ、絵を。照明もね、力ある人と組みたいよね。それこそ照明突き詰めたいっていうようなさ、センスのある人と組んでいけたら、映画はこの人に照明任せようっていう。大体その映画の歴史が120年ぐらいなのね、カメラができてから。でも先人たち、要はパクリの連続なのよ。ある人が発明をして、でどん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 受け継がれていって、で今あるその技術っていうのは全部その先人たちが築いた、より美しく映像を撮るっていうことに特化させてやってきたわけじゃん。技術も学んでいくっていうことは大事なことなんだよね。でその中で新しいオリジナリティを出していくっていう。文脈文脈、完全な文脈、映画は。完全に文脈だね。だもちろん、たけしさんみたいにそれをぶっ壊す力で急に神様に、映画の神様に愛されちゃうような人もいるんだけど、たけしさんなんかめちゃくちゃ言われたらしいよ、1本目の映画。もう要は、なんだっけ、イマジナリーラインっていうのがあって、こういう映画があったら次こういうふうに撮らないといけないっていうのがあるの。ではっきり言って、俺イマジナリーラインに関しては
専門学生とか業界の人が言ってるだけで、素人はそんなとこ気にしてないと思うから、俺はたけしさんの考え方は賛成派なの。いや、そこはなんか間違ってこだわってるだけで、一般視聴者が気づいてないってことはそこは違うでしょうって。最低限のイマジナリーラインはあるけど、そのセオリー通りに作っても意味ないでしょうって。そこは俺はね、ちょっとね、映像系の人はやりすぎな気がするんだよね。だから、イマジナリーラインってね、漫画で言うとこのコマ割りなんだけど、コマ割り。でもね、結局かっこよければ勝ちなんだよ。新しい文脈を作っていけばいい。俺はイマジナリーラインに関してはなんか逆に違和感がある。もちろん基礎的な部分はいいんだけど、あんまりやりすぎちゃうとなんかこう面白みがないっていうか、イマジナリーラインぶっ壊していってもいい作品はあると思う。そこはまあ自分の感覚を信じるっていうところがすごい大事な作業になってくるんだろうけど、自分が矛盾しないか、自分が見た時にスッて入ってくるか、その感覚を信じるしかないよね。科学も文明も先人の英知を継承して日々進化させてきたものだから、先人の知恵をパクリって表現いいね。いや、よくパクリだパクリだっていう人に対するアンチテーゼがあって、俺の中で世の中にオリジナルなものなんてほとんど存在しないよ。全てがそのほぼパクリ、 DNA ですらそうでしょ。二重らせん構造ですら母親と父親のパクリなわけだから。だから、そうじゃなくて、組み合わせること、その先人たちの知恵の中で、どことどこを組み合わせるのかっていうのが、俺はオリジナリティだと思ってるから、新しいものを生み出すことの難しさよ。たまに本当の天才がいるんだよ。本当に誰も考えなかったかのようなことを発見しちゃう人っていると思うんだけど、それは何だろう。規格外品っていうかさ、その人が多分異常だったから見えるものがあると思ってて、でやっぱりその先人たちの技術を継承していった方がいいものができる可能性は高いと思ってる。だからよくオリジナリティっていう人いるけど、そのオリジナリティは俺は組み合わせだと思うね。で俺はやっぱり映画作る上で一番アニメと漫画が参考になってるから、それって多分その映像を作ってる人の中で、やっぱりそのメインはやっぱ映像の方から勉強してると思ってるから、勝てる部分があるとするならそこかなと思ってて、漫画をひたすら読んできた、アニメをひたすら読んできたから構図とかがうまいっていうのはそこだと思うんだよね。でもまあ、だからパースが狂うんだけど、そこはなんかレンズの種類とかでカバーしていった方がいいかな。アマゾンギフトの安いの載せ直した方がいいかも。どういうこと？安いの載せ直すって。どういうこと？音楽とか絵画もそうだよね。
違う種類って何？主語がないと分かんないよ。違う種類も何も。俺、照明消したよ。何が違う種類の？安いのっていうのは何のことだろう。違う種類。主語がないと分かんないよ、ニンニ。何が違う種類の？どれ？何のことだろう。再出荷はありません。ごめんね、主語がないと分かんないから、何が再出荷になりませんって、あの主語な、何がを言わないと、あのニンニの言いたいことが伝わらないよ。何の話をしてんの？具体的に言おう。焦らなくていいから、言葉はちゃんと伝えないと。ミニサイズ、これかな。これが狂ったってこと？普通に遅れてる、変えるじゃないの？何？1000円2000円3000円って選べるけど、どういうこと？ごめん、何を言ってるか全然わかんないよ、ニンニ。何が困ってるんだい、ニンニは。どういうことだい？遅れないってこと？どういうこと？これを欲しいものリストに追加すればいいってことか？これでいいのかな？これで OK？これで OK？ これで OK かな。じゃあ俺がアスペだから何がいいだ、こういうことね。はいはいはい、文脈が分かんないんだよ。なんか何言ってるか分かんなくなっちゃう。だからなんだろうな、その美しいって思うものって、まあこの前の音楽の話に通ずる部分があると思うんだけど、美しいものが理解できる人がいないと成立がしないと思ってるのよ。で、美しいっていう感覚って人間によって、例えばここに102人の人がいるけど、102通りの美しさがあるわけじゃん。だから俺がその何をやっていかないといけないかっていうと、俺がかっこいいと思うものと俺が美しいと思うものを102人に見せるっていう作業しかできないわけよ。で、102人にその美しいと思ってもらうものを作ろうってなると、今度はマーケティング的になるの。要は無難になっていくわけよ。要は数が多い方って、それがやりたくないっていうことをずっと言ってる。結局そのアートとそのクリエイターの違いっていうのはどこなのかって言ったらさ、あのアートっていうのは本人が美しいと思うものをみんなに見せる行為でしょ。はい、おはようございます。そういうもんだと思ってるけど、なんかそこに対するなんかギャップみたいなものは感じたりするよな。何食べようかな。お腹すいたな。お腹すいた。自分の価値を信じるかっていうかね、あの他人に別に寄せなくていいと思うよ。信じるとかじゃなくて、ただ自分が美しいと思うものを見せればいいだけで、で周りの反応を気にしすぎなんだよ、みんながみんな。だからなんだろう、自分がいいと思ったものを身につければいいし、
コレクションしていけばいいし、自分の感覚には逆らえないからね。他人がいくらいいって言ったって自分が汚いと思ったら終わりだからね。だから、なんだろう、みんながいいって思うものを信仰しすぎな気がするな。なんか俺はその生き方できないな。だからそこが人間らしさだったり個性だったりすると思ってるから、まあクラスメイト全員がこれいいって言っても一人だけ、いや俺はこんなの良くないと思うっていうやつが俺はかっこいいと思うね。いや俺はこんなダサいでしょうっていう。もちろんみんながいいって言って自分がいいって思うものもあると思うんだけど、逆張りすりゃいいってものじゃなくて、そういうなんか自分がいいと思うものをいいって言える強さっていうのかな。コーヒー買ってこようかな。ブラックコーヒー飲みたい。コーヒー買ってくるか。ちょっと待ってて、コーヒー買ってくる。寒いな。ああ、いや、だから、もう本当に、アスペルガー症候群とか、ADHD だっていう、その発達障害の特性を最近やっとうまく使いこなせるようになってきたね。本当にそう思う。いや、俺、アスペルガーとか、ADHD に生まれてよかったな、最近になって思うもん。要は先入観とかそういうものを取っ払って自分の感覚で見れるから。寒い。だからね、そこはね、あ、最近普通じゃなく生まれてきてよかったなっていうふうには思ってるかな。
スマホコーティングとかしてないね。だから夢玉さんさ、なんだっけ、草間彌生さんっているじゃん。水玉模様をひたすら描き続けてる作家の人。あの人ってさ、水玉模様が現実世界で見えてるんだよね。で、苦しんでる。周りの人が見えないものを私が見えてるって言って。あ、俺コーティングとかやらないよ。で、水玉をなぞってるだけなんだよ。それがすごいかっこいいなと思うよね。人に見えないものを見せるために水玉を描き続けるっていうか。だから本人が生きる術なんだよね、あれ完全にね。本人が自分がどうやったら生き残っていくか。そういうことをずっとやってる。今日何食べようかな。なんか中野坂上にかつ、なんかカツ屋があったんだよね。カツ食べようかな。松の家ってやつか、これか。松の家。まもなく営業開始。朝5時からなんだ。あ、まあ、もう開くから大丈夫か。引いてんのかな。
北野武監督の映画ってフランスとか海外では評価が高いけど日本人では評価が低い。そう？俺評価高いと思ってるけど、実際俺キッズリターンとか花火とかめちゃめちゃかっこいいなと思ってるけど、評価低いのか。アウトレイジとかめちゃめちゃ興行成績良くない？評価低い。高くない？あ、でも、なんか、北郷さんに聞いたんだけど、なんだっけ。あ、延長します。なんだっけな。実際に海外で賞を取ってから評価がガラッと変わったらしいよね。海外で賞を取るまでは、そんなに評価、なんか、なんだろう。まあ、日本人の典型的な感じでしょ。賞を取ったからすごいっていう。だ映画の内容なんかそもそも見てないっていうね。キッズリターンとかめちゃめちゃ子供の頃見て感動したし、すげえ好きな映画だけどね。キッズリターン、花火かな。この2つの時代はすごいなと思ったけど。まあ本当の天才って世の中にいるんだなと思うよね。まあでもね、別に。海外で賞を取ったからすごいのか、まあすごいんだけど、すごいんだけど、いいものはいいからね。悪いものは悪いし。海外ではだからコメディアンっていう評価がないからね。コメディやってるっていうのを知らない人もいっぱいいるからね。シトリンはどつ、おはよう。俺だから最後に自分の奥さんを撃ち殺したシーン見て、ああ、この人本当に愛が分かってる人だなと思ったけどね。愛情が深すぎるって思ったよ。あれはなんか自分が求める究極の恋愛の一つを感じるよね、やっぱりね。切ないよね。ありがとう。オーナメントありがとう。なんかやっぱりある程度年取ったらわかるけど、誰かを一生涯同じ人を愛することって不可能なわけじゃん。永遠にっていうのは。だから唯一方法があるとしたら時間を止めることだろうなっていうふうに思ってたから。だから殺すか死ぬかの二択しかないんだけど、奥さん殺した後自分で死ぬでしょ。あれはだから愛だよね。人生の最後に奥さんを自分の手で殺してあげるっていう、あれはすごいよね。
間さんの水玉模様の絵画見てきたけど、オークションで軽く1億以上超えのものもあるらしいよ。ああ、まあまあ、まあそれくらいの仕事してるもんな。うん。それくらいのことしてると思うよ。うん。まあだからさ、よく言うんだけど、なんだろう。もう金持ちとか欲しい人がいくらだって言ったらそれの世界だから、だから別にさ俺が書いた落書きをさ1億で買う人がいてもいいと思ってんのよ。買うか買われるか買われないか別問題だよ、別問題だけどさ、絵なんて原価なんかないんだよ、映像にも原価なんてないんだよ。その人の生き様とかその人の作り出したものをどれだけ肯定できるかでしょ。だからやっぱり金持ちがいないと成り立たないんだよアートなんか。あ、知らなかったんだ、ニンニ。そうだよ。パソコンの方がセールあるし、そういう、なんか、招き猫とかさ、そういう高還元アイテムとか売ってるよ。月末になると。そうだよ。だから、実際半分じゃなくて 65% 還元とか全然あるよ。全然ある。うん。いや、俺、いくらでもいいと思ってるよ。ありがとう、ハートありがとう。ハートありがとう。延長代にします。だってそういうもんじゃない。だってその人の作品を部屋の中に置くだけで1億円以上の価値があるっていうふうに判断してるわけじゃん、うん、それはさ、その俺らみたいな低所得者の人からしたらさ、1億円って一生手が届かないお金なのは分かってるよ。それはふざけんなって思う気持ちもわかるけれども、そもそもアートってそういう世界じゃないんだって。いいねと本書いた本人と買いたい本人がマッチングすればいいんだよ。それで本当の経済が回るんだよ。そんなセブンイレブンじゃねえんだからさ。配信だってそうじゃん。だって何かサービスを提供してるって言っても結局一緒に時間を過ごしてるだけでさ、生き様晒してるだけでさ、結局その花火師がアイテムねくれてその人の価値っていうのをどんどん押し上げてもらってるようなもんだから、やってることは別に大したことないと思うよ。大したことないことに命がけでやってるから楽しいんだよね大したことないくだらないことを一生懸命やってるからなんかこうキラキラして見えるんだと俺は思うけどな。くだらないことに全力、うん、それがいいよ。あの世には金は持ってけねえぞ。もっとラフに考えていいんだよ。みんな真面目すぎるんだよ。みんな真面目。こうあるべきとかこうするべきとか、うん、でもそのべきっていう多くが俺も同じだからお前も同じようにやれよっていうところだよね。ああ、億万長者になっ、どうなんだろうな。いや、もうね、貧乏生活に慣れてるわけじゃん。だからもう意地でやってるよ。金にもならねえ。地位も名誉もあるわけじゃない。じゃあ何のためにやってんだって。
毎日自問自答してるからね。好きだからやってんだよ。だから金になるんだったら働いた方がいいもん。地位とか名誉を手に入れるんだったら一生懸命大学出て公務員とかやってね、官僚とかになった方が絶対いいわけじゃん。何にもならないよ。でもね、それがいいって言ってくれる人がいるのが唯一の救いだよ。いや、それでいいんだよって肯定してくれる人がいるからね、ありがたいよね。だってむちゃくちゃの話じゃん。学校も出てない中卒の小僧がさ、33で映画撮りたいって言って、世の中にはカメラを支援してくれる人がいるんだよ。俺これが奇跡だと思うもん、まさに。いや、撮りたいなら撮れよ、面白いよね、撮りたいなら撮れよって。これ絶対だから映画が続いていくとしてさ、映画を作り続けていくとして、どうやって映像の世界に入ったんですかっていうのって絶対鍵になると思ってて、だからそのこういう風にみんなから支援されたカメラで撮るっていうのにはこだわりがあったけどね、いずれ語る時が来るから、いや、リスナーさんからカメラもらったんすよって、はってなるじゃん、何それって。いや、撮りたいっつったら撮れって言われたんすよって、うん、応援してくれた人がいるんすよって。だからそこは得だよね。やりたいことをやらせてくれるそのスポンサーがいるっていうのは、金のためにやろうと思ってないよ、別に儲けようとか思ってないよ、鼻っから。そうじゃなくて言いたいことがある、やりたいことがある。あーね、斉藤さんね。いや、だから億万長者がゴールじゃないんだよね。だから別に、だって金があっても、いや、金があったらいいこといっぱいあるよ。例えば100万のカメラとか1000万のカメラ使えるわけだし、それこそ予算振って、自分が可愛いな綺麗だな、この人で映画撮りたいなっていう人にギャラ払って交渉ができるわけだから。だけど俺ね、これ本当に真理だなと思ったのがね、ゆめたまさん、俺が響いた言葉なんだけど、金があったら何かができるって言ってるやつって何にもできないやつだ。で、金をつかむやつっていうのは何にもなくてもやっちゃうやつだ。金があれば俺はこれができるんだっていうやついるでしょ、いない、周りに。金、もし俺に金があったらこれができるって。いや、そういうやつって5万といて何もできてないんだよ、やっぱり10年経って。俺も20代の頃いろんなやつ見てきたから、結果何にもなってないんだよ。で、金がなくても何かやっちゃうやつっていうのはやっぱ後に金掴んでるんだよね。だから金が先か行動が先かで言ったら行動だと思ってんの俺。だから金なんかね、無縁だから俺は。いや、いつか掴みたいとは思ってるよ、いつか掴みたいと思ってるけど、まあそこは神様しか分かんねえかんな。いや、俺の生き方全面的に支援するよって言ってくれる人が出てくるかもしれないし、俺はそこにかけてるけど、まあ、出てこないかもしれないし、うん、俺は出てくる方にベットしてるだけだから、うん、だからそれはお金だけじゃなくて、その人脈であったりとか仕事であったりとか、いろんな形で思いであったりとか、いろんな形の支援があると思ってるから、いや、だから金を狙ってやってないってことね、ゆめたまさん。だからあれだよ、ホームレスにまでなった男は違うんだよ。ホームレスを経験した男はどん底見てるから、石野に聞いてごらんよ、カップラーメン1個届けてくれた大学生の話よ、わかる？いや、コメント消さなくていいよ、怒ってるわけじゃないから。あのね、コメント消す、リスナーさんに、これ、あの、ゆめたまさんに限らずなんだけど、コメント消すっていうのは自分の意見曲げてるのと一緒だから。俺に否定されるぐらいで自分の意見曲げるなよ。いいんだよ。自分で書いたってことは自分でそれを思ったんだから。自分の意見、自分のこと大事にしてあげて。うん。
なんで俺がちょっと反対意見だったらコメント消すのよ。間違いなんかないよ。うん、だからコメントは消さないでほしいかな。なんか自分の言葉を否定する癖をつけてほしくない、うちのリスナーには、うん、考え方が変わることもあるし、でもその時思ったあなたの感情はすごく大事なことだよ。だからそれがまさに同調圧力に屈するっていうことじゃん。あーホームレスね、辛いよね、本当に辛いよね。あの辛さを俺は映像に残すことができたら、俺はまあ役割、結構な役割果たせたかなっていう思うかな。配慮はいらんいらんいらん、俺に気使わないで。俺が、ゆめたまさんがせっかくいいコメント投げてくれてるのに配慮されたら、俺が配慮しないといけなくなるんだよ。やだよそんな関係、水臭いじゃん。言いたいこと言おうよお互い。いや連投してよ、嬉しいよ。俺は金が目の前にあったらすぐにパチンコに浪費するやつの頭の構造がわからん。パチンコ、目の前に金があったパチンコに、わかんねえんだろうな多分な。本来はだからパチンコ屋さんを趣味にできるっていうのって月収50万ぐらいないときついもんね、独身で。それくらいの遊びだからな。分からんか。まあまあでもいいんじゃない、人それぞれだから。いいと思うよ別に。いいと思う。何でもいいと思うけど、俺が嫌だなって思うのは、自分と違う生き方を受け入れないっていうのが、揺らぎとか多様性みたいなものを根本的に否定してる人が多すぎると思ってて、なんか全員同じ顔、全員同じ服、全員同じ考え方の世の中なんか俺くっそつまんねえと思ってるから、なんだろう、間違った生き方をたくさんしてていいと思ってんだよな。なんかよく言うじゃん、そう、国がとか、国を良くするんだとか、政府を良くするとか、社会のためとか。いやいやいや、お前社会の何なんだよっていう、お前国の何なんだよっていう自分に自信がないからそういうところに逃げてるだけでしょって思っちゃうの。国代表でも国王でも何でもないんだから、自分がやりたいことをやっていけばいいんだよっていう。だからまあとある人がこう言ったんだよ、ネトウヨになるやつっていうのは結局、自分にコンプレックスがあって何にも残ってないと。で唯一マウンティングできるところが、俺は日本人だ、俺は日本人だっていうところしか誇りがなくなった人なんだよ。でしょ。だからそのネトウヨっていう人は相手にしちゃいけない人なんだっていうことを言った人がいて、俺はそれ正しいと思ってんの。本当の愛国者じゃなくて、コンプレックスの塊で、コンプレックスを突き詰めていって、残ったものが俺は日本人に生まれたんだって。要は血統主義に走るわけじゃん。で、何々人はクソだって。それくらいかわいそうな生き方してる人だと思ってるから。世の中って自分よりできる人を否定するようにできてる。余裕のある人は否定しない。あ、まあ、本当にそう思うね。だからこれすっごい面白いんですよ、九州ダンディさん。ボクシングにしろ何にしろ全部の人生に当てはまる。俺新しいことをやろうとするのが好きな人だから、ボクシングやった時にこうやってやるんだよ、こうやってやれよ、下手くそ、ゴミが、カスが。でお前ボクシングやったことあんのってそのリスナーに聞いたら、俺はない。で蓋開けてみたら、ワドって強くなりたいんなら協力させてっていう言い方をしてくる人、一番最初ドレさん、達彦、カズさん、格闘技強いじゃん。だから強い人ってマウント取らないんだよ、教えてくれるの。
要は強くなる人が好きだからシェアしようよって、強くなるとこんなにいいことあるよって、マウント取らない、うん、で映像もそうだよね、カメラがどうだああだ、お前下手くそだ、お前は iPhone でいいって言ってたやつ、何にも映画も撮ったことない、何でもないって、コンプレックスの塊で、実際じゃあもう映像業界の人何人もあって、それで飯食ってる人何人もあったけど、みんなよくしてくれる、こうやってやるとこう撮れるよ、だからこれはもう人間の差がなんだと思うよ、要は誰かを蹴落としたい、誰かをいじめたい、クソかっこ悪いよな。だからうまくいってる人とか自信がある人ってやっぱ人をけなしたりとかしないよね、うん、と俺は思う。恵まれて好きな仕事やってる人、もしくは余裕のある人、人に仕事はニートなどという質問したい。それそうだね、まさにそうだと思うよ、うん、まさにそうだと思う本当にそういうところはあると思う、うん、日本の社会は異端者を認めない、多様性を認めない、狭い価値観が、あまあまあ農耕民族だよね、うん、あのいや俺それね、農耕民族だったっていうのすごく関係があると思ってて、 99% 農民だったわけで、農耕の生産性を上げるっていうことを考えると、同じ作業を同じ同時に行った方が効率がいいんだよ、でしょ、同じ作業を同じスピードで同じようにやった方がいいから、多分これ日本人の本能なんだなって。でほら俺侍の家系じゃん、合わないんだよねそもそもが、それ絶対あると思う、あこいつらと価値観合わないわ、小学生ぐらいから思ってたから、それは血統の問題とかじゃないよ、差別とかじゃなくて、もう DNA に刻まれてるなっていう、だから村八部とかまさにそういう考えだと思ってて、俺働いてたりアルバイトしてるやつが偉いっていう考え方マジで言ってんのかと思って、なんか配信者がアルバイトとかすると急に囲い出す人とかいるけど、本気で言ってんのかなって思うもん、やばいだろうと思って、アルバイトするなっていう風に教えないとまずいよ、クリエイティブに生きろよっていう、そう思わない、思わないのかな、どうなんだろう、反対なのかな、みんな、みんなやっぱアルバイトしだしたら偉いって思うのかな、みんなはどう、俺はなんかその夢を追いかけてる人にアルバイトさせる危険性っていうか、それって要は自分と一緒でよしよしよしこっち来いよっていう風にしか見えないんだよね、うん、分家だよ、分家、本家じゃないよ、本家だったらこんなところにいないよ、バッコ中卒にこの漢字は難しい、いや読めなかったね、バッコしてる、要ははびこってるって意味だよね多分、自分で働きながら夢を追いかけてる方が応援しようと思う、だからっていうのは配信イコールあのなんだろう、クリエイティブだと思わないとかさ、これを仕事だと認めないっていうことじゃん、その恩恵を受けていながら、ではっきり言うよ、あのアルバイトしながら夢を追っかけてるやつ何人もいたけど全員夢叶えられてないから、あのずっと30過ぎても俺には夢があるって言ってるやつなんだよ、だから結局叶えさせようじゃなくて俺と同じ考えだっていうとこなんで、赤木さんが俺と同じ考えだ、それダメだよ、うまくいってる人でアルバイトをコツコツやるっていうのって意味が分かんないの、みんながお父さんお母さんになった時、自分の子供がね、パパーパパーって、おお息子よ将来何になりたいんだい、僕はね将来考古学者になるんだよ、そうかたかし考古学者になりたいのか、世界一の考古学者になりたいのか、うんそうか、じゃあお父さんからアドバイスだよ、セブンイレブンでアルバイトしよう、お母さんお母さん、なんだたまみ、
たまみ、将来何になりたいんだ？私ね、将来ね、お花屋さんになりたいの。お花を生けて世界中の人にキラキラさせたいの。そうなんだ。じゃあファミリーマートでアルバイトしような。大体想像つくでしょ、その親がどういう生活してるか。俺はこれに見えるんだよね。その子がお花屋さんで世界一のアーティストになりたいっつったら、じゃあ今からお花習おうとか、そういう発想にならないんだよ、うん、と俺は思うよ。あ、もちろんもちろん、あのみんながみんな、世の中みんなクリエイティブになれとは言ってないよ。ただこれくらいの発言をしてるっていうことを俺は言いたかった、うん、要は正しい選択よりも間違ってる努力を推奨するっていう、クレイジーだよね。人生に残された時間なんかそんなにないよ。だから叶えるかどうかじゃなくて、叶えさせたくないんだよ。そうじゃなくて、辛い労働をやって、労働の美徳、貧乏の美徳みたいなものを共感したい。だからうまくいってる人ほど後押ししてくれるけど、うまくいかない人ほどアルバイトしろっていうの。正しいか間違ってるかっていう話じゃないよ。俺は何も正しいと思ってないから。まあでもその子は夢を叶えられないと思ってるね。はいはい、ありがとうね。俺はだからそんなことでやってる時間があるんなら絵描けよって画家に言って金渡す人の方が俺はすげえ。やっぱ画家でうまくいってる人ってみんなそうだからね。写真でもそうでしょ。お前の写真買ってやるよって、お前の活動支援するよっていうのと、俺はそういうことだと思ってて、アルバイトしろっていうのは足引っ張ってるようにしか見えんな、やっぱり。その人と その人が目指してる価値観みたいなものを肯定してないっていうか、わあ、村川わかんないですね、ごめんなさい。僕全然映画詳しくないですよ、本当に全然わかんないですね。その人どういう人なんですか、村川徹さんって。あんまりね、映画監督でこの人すげえみたいな、マイケル・ムーアぐらいしかわかんないんだよな俺。ありがとう、延長します。もしよかったら、あ、延長代ください。村川徹さん、もう全然詳しくないの映画。だから俺は少なくとも何か夢があるんなら夢で稼げって思うけどな。だから映像で飯食いたいっつったら映像の世界で就職してとかだったらめちゃくちゃ正しいと思うけど、
先日、グローブの小室さんの動画を見たんですが、すごく共感させられました。好きな音楽より売れる音楽を作るんだ。売れてから好きな音楽をやればいい。あー、俺はあんまり響かないかな。なんか辛そう。俺はあんまり響かないですね。これ逆かな。それってなんかバイトしてんのと変わんなくね、効率のいいバイトしてんのと変わんなくねえかみたいな。反対かな、響かねえな。あんまかっこいいと思わないですね。ダセえ。根本圭でしょ。根本圭。根本圭さん、うん、根本隆とか根本、俺は根本圭って呼んでるけど、でもやるんだよっていう言葉を作った人だね。作った人っつうか、まあそれを作品に収めた人っていうのが、そう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 、根本圭さん、でもやるんだよって、そうそうそう、漫画家、根本圭さんの作品の中で有名なセリフがあって、でもやるんだよっていう言葉があって、それってあのまあ社会問題にもなったんだけど、犬を何十匹、犬とか猫かなを何十匹も餌をやってるおじさんのエッセイなので、たらいをゴシゴシ洗ってんの、毎日犬にある餌のたらいを洗ってて、でニュースとかではその何て言うのかな、そのおじさんは叩かれてんのね、要は犬を殺される、殺処分されるぐらいだったらっつって自分で餌を配り続けてるおじさんなんだけど、要はなんか周りからしたら迷惑だみたいな取り上げられ方されてんだけど、根本圭さんが取材した時にね、たらいをゴシゴシ洗ってて、そのおじさんが言うの、こんな1円の金にもならねえよって、で誰も評価してくんないよって、みんなから迷惑だって言われるんだよって、で名誉も得るわけでもない、こんなたらいなんか洗わなくていいんだよ別に毎日って、愚痴るのおじさん、洗いながら一生懸命、こんなピカピカにする必要なんかないんだって。でも最後に言うの、でもやるんだよって。かっこよくない？でもやるんだよ、金でも地位でも名誉でもない、自分が正しいと思ったからでもやるんだよって。このでもやるんだよはめちゃくちゃかっこいいよね。俺はだからでもやるんだよの精神は絶対忘れちゃいけないなと思ってて、そのでもやるんだよはみんなの中にあるはずなんだよね。俺はそういう人間がかっこいいなと思っちゃうんだよね。めちゃくちゃ響くし、めちゃめちゃかっこいいし、なんか売れる曲を作るとかクソだせえなって思っちゃう。そう、信念っていうか、そういうのに俺は心打たれるかな。うん、なんか売れる曲作るんすよって。いや、売れる曲作るのすごいことだけど、やりたいことは後回しでいいっていう発言って、それ本音かっていう。それって買ってる人をバカにしてる行為だし、それアーティストじゃないよね。まあ、実際俺はグローブの小室さんがアーティストだと思ったこと一回もないけど、ただ商業マンだと思ってて、音楽嫌でしょ、音楽家じゃない、音楽嫌でしょ、
全然響かないな。音楽家、音楽家、なんだろう、俺はほらパンクが好きだからさ、パンクミュージックが好きで、あのカート・コバーンとか、まあニューエイジとかもそうなんだけど、カート・コバーンがなんで自殺したのかって、売れたからなんだよ。金が入ってきたから自殺したんだよね、うん、俺は何屋でもないよ。ただ自分の生き様さらして食ってってるだけだから、俺は何屋も名乗ってないよ。だから普通、普通、俺にとってのスタンダード、生き様さらして自分の名前が肩書き、別に見る人が決めればいいんじゃんって、肩書きなんて。だから好きとか嫌いとか全然こびる気ないもん。俺のこと嫌いなやつとか俺のこと殺したいやつなんて腐るほどいるぜ。俺のことぶん殴りたいやつ。でも俺はなんだろう、それが敵だと思ってないの、そういう人は。いや分かるよって、いやむしろ君たちは仲間だよって。なんで俺のこと殴りたくなるのかって、なんで俺のことを肯定できないのかって、俺も同じ気持ちだったよって。で俺はでもやるんだよ、でやってんだよって、分かるよ、俺だって同じ気持ちだよ、やりてえことやりてえよ。だからやっぱ3年半ぐらい配信やって収入がなかった時に本気で考えたもん。3年目ぐらい、3年やって食えてねえかと思って、本当に心折れたね。でやめようと思ったの。コミュ爆破して、もうこの世界向いてなかったって言って、やめらんなかったんだよ、うん、やめらんなかったね。だから好きだからでしょ、配信が。だ配信業界みたいなものは大嫌いなんだよ俺。配信会とか配信業界クソみてえだなと思ってて、でも配信は大好きなの、うん、ここがね多分ね、あの他の配信者と違うところなんだよ。配信会は嫌い、ただ配信自体は大好き。複雑だよね。こんな小さい世界でマウント取り合ってんの滑稽だよ本当に。だからなんだろう、俺はそのカソ生主でも伝えたいことを思ってる人とかがすごい好きで、あの粛々とやってる人が好きなんだよね。コツ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 、なんか最近はなんだろう、金稼ごうとか閲覧稼ごうみたいな商業的でじゃん、すごく信念とかを感じないんだよあんまり。金が稼げるやつが強い、閲覧が集められるやつが強い、でもちろんそうなんだけど、その信念曲げてまでやることかっていう、そういうことができない人たちが本来集まってたのが配信じゃないのって。言いたいことあるんだとか、聞いてくれよとか、俺こんなに苦しいんだよとか、そういうね、場所だったと思ってて、なんかそういうのが好きだな。で仲間が集まっていくみたいな構造、響いたやつがついてくっていうか、応援してく、フォローするって、すげえ素敵な構造だと思ってて、俺はなんかそういう生き方してる人が大好きだな。トイレ行ってくるわ。あれなんで延長できない、え、なんで延長できないんだ、あれなんで、あーそっか、今延長し終わったばっかりだいよいよだなトイレ行ってくる。
知らないよそんな。どう見られてるかなんか気にしたことねえよ。見てる人それぞれがそれぞれなんかあんじゃないの。ボッキーさん花火上がるごとにスクワットしてるの懐かしいね。懐かしいね。古い話だね。でもコメントが一番なんか割合で言ったらだよ、コメントのその少なさと、コメントこれだけ少なくて閲覧がこれだけあるっていうの多分俺ぐらいなんじゃないの。すごくなんかこう珍しい配信スタイルだよね。聞いてくれるファン層がおとなしいっていうね。閲覧はね100切らないからね。何なんだろうねこれ。まあ見方は自由だよ。好きに見りゃいい。応援の仕方は人それぞれだもんね。見るイコール俺は応援だと思ってるから。一番やっぱダメなのは無関心だからね。関心を持たれなくなったらまあこの商売終わりだろうな。そうだね、もう4年いるからね。長生きだよ。おはよう、ゆうあさん。おはようございます。おはよう。まあ、興味は持ってもらってるんだろうね多分ね。あちゃんおはよう。
いいね、ありがとう。まあ好きか嫌いかは別ね、うん、嫌いな人は多分9割ぐらいだから好きか嫌いかは別として興味は持ってるんでしょう、やっぱり。これはね、そう、ワセリン、うん、弓チャンピンさんいらっしゃい。みんなって誰だろう。いらっしゃい、よろしくお願いします。40時間寝た、体調悪いんだよね。もう寝ても寝ても気だるくて、ご飯食べて寝てって、精神的にどうこうっていうよりもなんか体調がね、なんかドヨーンと重たい感じがして寝ちゃった。だいぶ良くなったよ、でもだいぶ良くなった。みんなって誰だろうな。昨日から戻しっぱなし、うん、ねえ、良くなったらいいけど、誰が俺のこと噂してんのかね。コメントしてる人たちがワドワドって言ってるんだ。俺他の枠見ないから、あんまり全然わかんないな。まあ来てくれて嬉しいよ、ありがとう。さんが誰だか分かんない。誰だろう、丸太さん。あー、じゃああと20分したらキツネ枠にするよ。もうちょい待ってて、キツネ枠でも、もう本当に俺はどっちでもいいって感じだから、うん、キツネ枠の方がコメント走るから、まあ放送は成立しやすいよね。喋りやすいっちゃ喋りやすいね。コメントがあった方がやっぱ喋りやすいからね。俺はどっちでもいいや、あんまり固定班があってもなくてもあんま変わんない人だから。匿名向きなのかもしんないよね、キツネの方がいい。あ、じゃあ次はキツネにするよ、次はキツネでやろうね。
狐の方がアイテム飛ぶしな。方がね、定期が欲しいぐらいなんだよ。ループがずっとするから。でもニンニンが狐大嫌いだからね。いや、リスナーさんからのプレゼントだね、これは。ジャック・ダニエルの高いのかな、わかんない。リスナーさんからもらったからずっと大事に使ってるね。どうなんだろう、高いのかな。ジャック・ダニエル、何年使ってるかな、もう。ね、いいよね、かっこいいよね。アマゾンとかで売ってるんじゃないかな。リスナーさんもなんか買ってたよ、同じやつ。お揃いがいいって言って、ずっとこれ使ってる。偽造定期とかないよ。定期は定期係がやるもんだから、偽造定期とかないよ。定期はその場その場でやりたい人がやる文化だから。偽造定期、まあそれは見てる人が見たらわかるから大丈夫だよ。あ、これ嘘だなとかさ、偽造定期ってすごい言葉だな。いいじゃん、ほっとくしかないよ、そんな。ほっとくしかないよ。私が書いたわけじゃないって、ニンニが書いてないのは分かってるから。俺は寒いね、東京も寒いよ、東京もすごく寒い。あれ、忘年会いつだっけ、忘年会
忘年会と歌うまがあるじゃん。まだ先か。大丈夫か。まだ先だね。あー、来年から10%か。消費税 10% だもんな。重税だよね。こんだけ庶民の生活苦しいのにどんどん消費税上げるからね。漫画みてえになってきたかんな。漫画でしょ。もう既得権益しか考えてねえかんな政治家が。水道も民営化でしょ。もうこの国終わりでしょう。本当にもう本当に北斗の拳みたいになってきたかんね。すげえよな。テレジャンピン歌上手だね。うん、いい声してるよ。俺よりは全然声質はいいね。俺はほら声が高いから、金切り声みたいな声だから歌う曲は限られるんだよね。おはよういか娘。おはよう。あれはいい声質だよな。羨ましいよ。まあでもね、自分が楽しくない放送はね、あんま見ても不快になるだけだからね。難しいところだよな。ニンニはもうキツネは嫌いって言ってるから見てないんでしょう。もうそこはね、さすがに俺にクレーム言われてもね、やっぱりそのしょうがないっていうか、俺が荒らしてるわけじゃないから、俺に文句言われてもっていう。個人的に消費税 10% まで上がっても誤差レベルだと思う。おお、すげえな。全ての買い物の 10% を国に上げても、国に使っても誤差レベルっていう感じなんだ。すげえな。1000万買い物したら100万円だよ。すげえな。余裕があるんだろうな。1億円買い物したら1000万円。すごいね。余裕あるんだろうね。気にしなくていいよそこは。現状 8% で納得しちゃってるし、もう暴動が起きてもいいレベルだと思うけどね俺は。まあ日本では革命は起こらないだろうな。
バーガー10個ありがとう、科学船長。これは高いと思うよ。解放お疲れ。解放さ、俺さ、打ち合わせがさ、都内でさ、12時半に移動しないといけないから、写真撮る時間くっそ短いけど、大丈夫？ 10 時に来るんだっけ、俺の家。12時半に、別の場所に移動するから、おはよう、各船長。もしかしたら時間があんまり取れないかもしれないけど大丈夫？ちょっと急な打ち合わせでさ、解放には申し訳ないんだけど、さすがにこれ外せない。30分ぐらいかかるから、12時にはもう12時前には家出ないといけないんだよね。おはよう、猫の目。おはよう。起きた？今日解放来る日だよね。何時に来るって言ってたっけ。前倒しで来れたら嬉しいんだけど。少ない。何が？じゃあ次枠、キツネ枠にしようか。まあ後日でもいいし、10時より前に来てくれたら、あ、いや、前に来てくれたらありがたい。9時とかに俺の家着いたら、全然。配信回していいから、全然。9時だったらね、3時間確保できるから。でも俺写真下手だぞ。そうそう、解放が俺に写真と動画撮ってほしいって言われてて、俺の家で配信回すんだろうけど、13日予定あったかな。ごめんな、先約だったんだけど、ちょっと仕事の件だからこれ外せないんだよ。解放には申し訳ないんだけど、13日はよっさんの忘年会だから無理だな。13日はよっさんの忘年会入ってるから無理。この日は。だから今日しかない。うん、今日ちょっとよ、早めに来てもらえたら、まあ、9時半とか9時とか。うん。バカありがとう、カークさん。次枠じゃあ、キツネ枠やろうね。リクエストがあったから。でもね、キツネ枠でね、最近アイテム飛び始めたからありがたいよね。この前クリスマスツリーもらっちゃったもんな。綺麗に撮ってあげる。ちょうどね、今日ニンニから照明が届いたから、部屋の中で撮るか。前倒し行く？ね、俺の部屋の中で撮ってもな、ちょっとまあいろいろ考えよう。ありがとう。配信回すんだろう。配信回すんだろう。解放。ありがとう、オーナメント、ありがとう。ありがとう。解放ね、俺予算に呼ばれるまで6年かかってんだよ。そこは違くねえか。俺予算に声かかるまで6年かかってんだぞ。そこは違うんじゃねえか。自分が主役だって思いすぎてるんだよな、配信者はな。やっぱ、そこは、なんつうんだろう、引くところと押すところっていうのは覚えていかないと嫌われちゃうよ。
やっぱりその 空気を、俺も空気読める方ではないけれども、誰が主役なのかを考える能力って結構大事だと思うよ。喫煙区の編長代ありがとう、相手もありがとう。実力をつけないとダメだよ、やっぱり邪魔になる。ストレートな言い方すると、誰が名前出したの、誰が、なんでみんな主語書かねえんだろうな、もうびっくりするんだけど、なんでこんな会話しづらいんだろう。誰が名前出してくれたの、なんでコメント片言なんだろう、みんな。誰が出してくれたの名前を。いや誰が、もうイライラすんな。狐役アイテム投げたら誰かわかるよ。あ、そうなんだ、まあ顔を立てることと顔を潰すことを覚えた方がいいよ。解放は顔を立てるっていうことと顔を潰すっていうことを覚えないダメ。じゃあ次枠いきます。皆さんありがとうございました。次枠狐枠です。もし見てくれる人はフォローしてください。お疲れ様です。